こんにちは、ガチ検証お兄さんのエイト特派員です。皆さん、大怪獣はお好きですか？僕は日本の怪獣映画とか最近とってもハマってるんですけれども、そんな映画を見ていてある時ふと思ったんです。身長100メートルとかある超巨大な大怪獣がリーチをしたらめちゃくちゃヤバいんじゃないかって。だってそうですよね、100メートル身長があるっていうことは何十メートルもの高さから超巨大なうんちが落ちてくるわけですよね。それってめちゃくちゃ危険じゃないですか。ということで今日はそんな検証を研究者の先生と一緒にしていきたいと思います。大怪獣のうんちはヤバいのか。先生こんにちは。こんにちは、千葉大学の泉と言います。古生物学を専門に研究しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の先生は千葉大学の泉健太郎先生。化石や地層を幅広く研究している古生物学者なんじゃ。化石と地層ってうんちと関係あるのかしら？どうして怪獣のうんちのことがわかるの？それはこれからの楽しみじゃ。先生に聞いたら大怪獣のうんちの秘密がわかるって聞いたんですけど、本当ですか？はい、わかると思います。というのもですね、エイトとカイン、大怪獣、特に日本で有名な大怪獣、何かに似てると思わないですか？似てるってわかりました。お、恐竜ですか？おめでとうです。そうなんです、肉食の恐竜とかねに似てると思うんです。で、私はもともと古生物学を専門にしているということで、そういった恐竜を含む昔の生き物のうんちの化石を研究していますので、その流れでですね、大怪獣のうんちについてもわかるかもしれません。100メートルとかあるやつもいるって聞いたことあるんですけど、そんなやつのうんちもわかっちゃうんですか？はい、今まさにですね、うんちの大きさと動物の大きさ、これにどういう関係があるのかという研究をちょうど研究室で始めているので、そういった出たてほやほやの成果ですけども、それを使って大怪獣のうんちもわかるかもしれません。出たてほやほやのデータを使ってほやほやうんちの推測をするわけですね。はい、実はこのグラフにですね、出たてほやほやの研究成果がまとまっています。このグラフはですね、今生きている動物、哺乳類なんですけれども、の動物の体の大きさ、体重ですね、どれぐらい重いのかと、うんちの大きさ、これの関係、どういう関係があるのかなというのを調べた、中間段階のデータなんですね。これなんか線が2本引いてありますけど、これはどういう意味なんですか？そこはまさに重要なところで、消化様式の違いなんですね。このデータは哺乳類、のデータなんですけれども、反芻する哺乳類と反芻しない哺乳類がいます。で、この反芻というのは食事を一回取って胃がたくさんある、そういう哺乳類がですね、食道と、第一の胃と口の間をこう食べたものを往復させて、よりこう効率的に消化ができる、こういう様式のようなんですけども、そういった反芻する動物のデータ、それと、あと人間も反芻しないタイプなんですけども、反芻をしない、普通に胃が1個だけあって、という、そういうデータなんですね。それで2種類あります。で、おそらく今回の、日本を代表しそうな大怪獣、見た目的にも反芻しない動物なんだろうと、哺乳類かどうかはまだ分かんないですけども、使えるとしたらこっちの上側の、グラフになると思います。いろんな動物のデータが入ってますけど、もし100メートルの大怪獣だったとしても、その線の先の方に大怪獣のうんちの大きさが出てくるっていうわけですね。まさにそういうことなんですね。なので、とりあえず今、そういったすっごい大きい動物、象は使っていますけれども、それより大きい、データに関しては、推定、なんですけれども、推定値を出すことができると思います。やってみましょう。始め！はい、ではこれがですね、
あの動物園で動物の体重、そしてその動物が出すうんちの大きさのデータを解析して関係式、これが分かりました。ですからその関係式が一度分かるとですね、どんな体重でもですね、動物の体重が分かると、その動物がこれぐらいのうんちをするだろうという、うんちの幅、うんちの長さ、こういったものが計算できちゃうんです。先生、はい、この60っていう数字見覚えあるなと思ったら、僕ちょうど60キロぐらいなんですけど、さては人ですか？そうなんです。例えばここにはいくつかのこのデータをあらかじめ入力してあります。おっしゃる通り、この60キログラム、これはまあ大体こう成人男性ぐらいをイメージしています。僕のうんちの幅とうんちの長さの推定値がみんなに分かっちゃうっていうことですね。そういうことなんですね。おそらく、まあ、ばらつきはあると思うんですけども、最大で 3.57cm ぐらいの幅、長さも大体ですけど 10cm ぐらいのうんちが出てもおかしくないよということが分かっちゃうんです。かなりリアルなんですけど、うん、そうなんです。これはまあリアルな動物のうんちのデータから、まあ、得た関係式ですので、かなり信頼できそうですね、これは、うん、ありがとうございます。ちなみにめちゃくちゃ重い3000っていうやつがありますけど、これ何ですか？そうですね、これはですね、ものすごい大きいですよね。これ何だと思います？恐竜ですか？お、そうなんです。うんちの化石で、まあ、1、2を争うすっごい大きいうんちの化石の大きさにぴったりなんですね。15センチぐらいの幅で45センチぐらいの長さ、本当にそんなに大きいうんち化石が知られています。それがまさにですね、ティラノサウルスのうんち化石なんじゃないかと考えられているんですね。恐竜のうんち化石は実際に発見されているのね。そうなんじゃ。恐竜のうんち化石について詳しく知りたいなら、泉先生のうんち化石学入門がおすすめじゃぞ。ここからはですね、一応この、関係式を得たデータよりもものすごい大きい動物であっても、理論上は計算でそのうんちの幅、長さ、これを求めることができます。例えばですね、この今黄色いここですね、ここに体重の何キログラムなのかというのを入力すると、うんちの幅と長さ、そしてですね、一番右にはですね、うんちの重さ、これも計算できるようになっています。で、日本の代表的な100メートルぐらいの非常に巨大な怪獣ですね、だいたい5万トンから9万トン、それぐらいだというふうに考えられていますので、ではまずはじめに、とりあえず5万トンの大怪獣がいるとして計算してみましょう。ここに数字を入力します。まず5万を打ち込みました。5万トンですので、今ここはキログラムで打ち込まなければなりません。1トンが 1000kg なので、さらにこうなります。うわー、こんなに違うんですね、ティラノサウルスと。そうなんです、ものすっごいでっかくて重い、そういう怪獣は。では計算してみます。うんちはどうなるんだ。はい、でこれをもうクリックすると出ました。幅がですね、幅が 583.29cm ってことはもう 5m80cm ぐらいのもう幅。うわー、長さに至っても 1749.87cm ということで 17.5m ぐらい。一番右の注目するこのうんちの重さですね、これもその何トンかということなんですけど、 233.68トン、でもう想像できないぐらいの重さの、大きさもそうですし重さももう想像のはるか上を言っていますね。では試しにですね、かなり重めの推定値としてですね、9万トンの大怪獣の場合どのぐらいのうんちになるのか、これを計算してみましょう。では一度これを消すとまたリセットされます。もう一回、では同じところに今度は 9万を打ち込んで、キログラムに直すためにこうなります。これを再びクリックすると、おお、もっとでかい、うんちの幅が 726cm、7m26cm の幅。幅です。長さが2179cm、
25メートルプールぐらいに迫るぐらいの、その25メートルプールに入ったぐらいの長さですかね。でなんと重さも 451.81 トン、もうどれと同じぐらいなのかもわからないぐらいのすごい、もう超ビッグなうんちということになりそうです。すごい、ちょっと想像できないレベルのうんちですね。実際この1本分のストレートうんちっていう感じで出てくるんですか？そこはですね、素晴らしい気づきで、まだわかんないですね。正直なところはデータがまだ足りないというのが現状です。でやっぱりこの今の計算上は7メートルぐらいの幅で21メートルぐらいにニューンと、した形状のうんちということになっていますけども、実際にはですね、うんちの状態ですね、どれぐらいこうねちょっとして硬いのか、あのボソッとしてちぎれやすいのかによっても、もしかしたら20メートルこう出てくる前にですね、もうブチブチってちぎれちゃうかもしれません。そこはうんちの状態、もしかしたらこう大回流の調子で、お腹の調子によって、あの7メートルぐらいのこう球状のがコロコロって3個4個出てくるかもしれませんし、状態がもし良ければですね、でうんちの物性も、ちょうどいい状態だったらものすごい長いのが出てくるかもしれません。これは今後まさに研究しようかなと思っているところなんです。ということはですよ、大怪獣の近くにめちゃくちゃ美味しそうな野菜とかを置きまくってあげると、ちょっとうんちの破壊力を減らせるかもしれないんですか？そうですね、野菜がもし あるとですね、どちらかというと状態良くなっちゃうので、鉄球なんか上からボールが降ってくる的な感じじゃなくなって、ニューンとしたのが出てくるので、むしろどうなんですか、逃げる余地があるのかもしれないですね。大怪獣の生物学的な分類は不明なんじゃが、反芻するタイプの哺乳類に近い仲間だとすれば、超攻撃型マシンガンうんちになるかもしれないってことか。そして肉食恐竜みたいな肉食の爬虫類に近い仲間だったら、防御型のストレートうんちになるかもしれないってことか。やはりいずれにしろちょっと危険ですね。どっちを取るかですね。でも、はい、どっちが出てくるかが分かれば、マシンガンうんちを避けるのか、ストレートうんちをあのかいくぐって攻めるのかっていう、こう対策が取れますよね。そうなんです。やっぱり行動のモニタリングが重要かもしれない。こいつ今何を食ったぞというところが分かればですね、科学の力でうんちの状態を予測できますから。そうするとこう後ろから攻めてですね、おそらくあいつちょっと前に肉食ったぞ、もしかしたらこう粒々の、まあ、粒々というにはでかすぎる7メートル級のこうボール状かもしれないですけど、が出てくるかもしれないぞという頭で攻めることができそうです。重要な研究ですね。はい、もっともっとやっていきたいと思ってます。ちなみになんですけど、先生は普段本当はどういう研究されてるんですか？はい、あの私は普段ですね、あのいろいろな、うんち化石の研究をしています。で、あのいくつかの、材料を扱っていますけども、例えばこれですかね、今研究中のうんち化石の一つです。でそれをですね、こう切片にして、まあ、薄く切ってですね、磨いて、光を通すぐらい薄く磨いているものです。でどれがうんち化石なのかというと、この中央の真っ黒いやつですね、これがうんち化石で、周りのグレーっぽいやつが、地層なんですね。で、この地層の状況ですとか、同じ地層からどういう化石が見つかっているのかな、であとうんち化石の中身などいろいろ状況証拠を集めますと、おそらくなんですけども、首長竜というですね、昔、大昔に海の中で生きていた大型の爬虫類のうんち化石ではないかなというふうに、まあ、考えてはいるんですけども、まだまだデータも足りなくないので、これを今後いろいろ研究していきたいなと思っています。うんちの化石をいろいろ研究していくと、どういうことがわかるんですか？古生物のですね、食生活がわかりますし、それをですね、より面白いのは、そのどういう時代にどういううんちがあるのかなと、食事のですね、時間変化ですね、
そういったものまでわかるんですね。なのでこう生き物同士の相互作用、それが時間とともにどういうふうに変化したのか、こういったことが明らかになるのかなというふうに思って研究しています。生き物も今生きてる生き物だったら動いたり食べたりしてるところ観察できますけど、化石にはそういうの残ってないと思いきや、実はうんちの中に残ってるってわけですね。そうなんです。もう化石、昔の生き物が何食べてたか唯一の手がかりがうんち化石ということになります。僕たち旧王国に住んでるんですけども、旧王国に大怪獣が攻めてきた時にですね、ちゃんとうんち対策できるように予習復習しておこうかなと思います。ぜひ応援してます。ありがとうございます。ということで、うんちのことを詳しく分析できるようにみんなで応援しましょう。ということで、先生、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。